こんにちは、ブティー。はい、まえのんです。今日はですね、ザラの購入品を大量紹介したいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。今回紹介するアイテムが14アイテムぐらいあります。はい、着ている様子は最後に載せてるので、よかったら最後まで見てみてください。一つ目のアイテムいきたいと思います。はい、今着ているこちらのニットです。ニットセーターワイドラペルというニットになってます。5990円になっていて、私が購入したサイズが S サイズになってます。はい、こんな感じで後ろがね、長めのセーラーみたいな感じになってるんですよ。前はこういう感じで襟になってるんですけど、超可愛くない？これが一つ目。次に紹介するのが靴になってます。ソフトレザーアンクルブーツです。はい、お値段が 19,990円っていう、ちょっと高めなんですけど、コロンってしてる丸みのあるブーツになってて可愛かったので買いました。この横のね、ファスナーもこういう感じで見えなくなってるので、それもちょっと高見えかなと思ってゲットしました。サイズが私一番ちっちゃい使ったんですけど、ちょっとね大きかったんですよね。中敷きを買いました。続いて紹介するのがこちらです。これもマジで買ってよかったし、着たいコーディネートがあるんですけど早く紹介したい。クロップドニットベストになってて、ミディアムグレーというカラーをゲットしました。お値段3990円で S サイズを購入しました。かなりね、丈が短めなんですけど、でも短いけどお腹がめっちゃ見えるとかそういう感じではなかった。デニムとかパンツ履いた時にちょうどいい長さになってて、私はこれ中にねインナーを着たくて、色物入れてもいいんですけど、私は黒とかボーダーとかを入れたいなと思ってゲットしました。この V も深すぎないので本当に買ってよかったなと思います。で、これに合わせたいやつがあるんですけど、かわいいよね。ストライプクロップドトップスで3890円でした。 S サイズを購入しました。ボーダーなんですけど、近くで見るとわかるかな、ちょっとボーダーがなんかギザギザしてるように見えるボーダーなんですよ。クロップドだけなんですけど、袖がね長めなのがアンバランスがかわいいなと思って、短いのと袖が長いっていうのが私すごい好きな形だったりするので。次に紹介するのがマーメイドスカートなんですけど、5590円で XS サイズを買ったんですけど、ちょっと大きかったです。これはでも形がすごい綺麗だったのでこれは欲しかったんですけど、失敗しちゃったかもしれない。はい、次に紹介するのがネオレザーワンピースで6990円でした。これは XS サイズを買いました。なんかレザーのロングワンピースなんですけど、こんな感じ、なんか胸元が丸みがあるデザインになってるんですけど、アジャスターもついてるのでサイズ調節もできるし、後ろはねゴムなのでかなり伸びるので着やすいかなと思って買ってみました。はい、続いて紹介したいんですけど、これちょっとタグがねなくて、今調べたらもしかしたら在庫がないかもしれないんですけど、ベーシックエクストラファインニットで3990円が1990円になってて 50% オフだったんですけど、なんかハイネックなんですけど生地的には厚くないので、なんならちょっと透け感もあるトップスなんですけど、わかるかな、こんな感じ、若干シアーになってるのかな、でも色が濃いので透け感もそんな目立たないです。続いて紹介するのがじゃじゃーん、こちらです。めっちゃかわいい、バックルミノディエールボックス5990円です。中もだいぶいっぱい入るバッグになってて、ここが磁石になってるので閉めるのも楽ちんで長く使えるなと思って買いました。思ってない形だったのですごい好き。次に紹介するのがデニムですね。ハイライズデニムパンツ Z1975 なんですけど、6990円でこの一番ちっちゃいサイズを買ったんで、32を買ったんですけど、かなりぴったりだったので34でも良かったかなって思ってるぐらい。ザラのパンツって長いじゃないですか。でもね、裾の部分がロールアップしてあるデニムになってたので、これだったら履けそうと思って、サイズもちっちゃめって書いてあったのでこれは買って良かったなと思いました。次に紹介するのがクロップド丈ニットセーターゴールデンブラウンっていうカラーで5990円で XS サイズを購入しました。可愛くない？丈がね、かなり短めなんですけど、色がね、珍しいカラーで、オレンジなんだけど、
ちょっとイエローっぽさもあるブラウンみたいな、ちょっと変わったカラーで可愛いよね。顔がねやっぱ明るくなりますね、こういう色を着ると。袖もちょっと丸みがあってパフッとしてて、肩がちょっと落ちてて可愛いです。次に紹介するのがダブルブレスト使用オーバージャケット。私はカーキを買いました。7990円で、サイズは M サイズしかなかったんだよね、買った時。ちょっと私が見た時 M サイズしかなくて、ちょっとね大きかったんですけど、まあなんか大きめで着るの可愛いなと思って。色がすごい可愛いんですよね、おしゃれなカラーで。中のカラーと喧嘩しないカラーだなと思って買いました。次に紹介するのがリブニットミトンで、オフホワイトを買いました。1990円で M サイズ、今流行りのアームウォーマーですね。じゃーん、かわいい。ジャケットの中とかに入れて、ジャケットからこう出してあげてもかわいいなと思って買いました。他の色もねかわいかったんですよ。なんか青とか結構パキッとしたカラーもあって、1990円だし他の色も買おうかなって思ってます。最後は帽子ですね。ウール 100% ベレー帽です。ブラックとエクリを買いました。お値段が3590円でした。エクリの方が若干この見えるかな、チリチリしてて毛玉が届いた時から目立ってたので気をつけた方がいいかも。形もねちょっとちっちゃめ、うん、割とベレー帽の中ではちっちゃい方なんじゃないかな。あんまりきつめが好きじゃなかったら微妙かもしれないけど、やっぱ今年はねベレー帽がまた流行りそうなので。でも形はすごい可愛い、前髪とかなくして被りたいですね。ポイントになるからこういう色は1個持っててもいいかなと思いました。なんかジャケットとかカッチリしたやつに合わせたいですね。はい、いっぱい紹介したんですけど、今からそれを着ていきたいと思います。それではどうぞ。はい、着てみました。デニムとブーツとニット合わせてます。じゃーん、かわいい。やっぱこのニット買ってよかった。これね前より後ろの方が好きなんだよね。後ろがね結構長いのでこれがすごいかわいい。デニムも履いてみたんですけど、見えるかな、かなりねぴったり、腰周りがだいぶぴっちりしてたのでそれでちょっときつかったから、サイズ1個大きいやつにしようかなと思ってます。靴は超かわいい、丸いんですよね、おしゃれに見えるかも、先がとんがってないから。それでは次、じゃーん、着てみました。トップス着替えたんですけど、見てわかると思うんですけど結構丈が短いのでお腹がちょっと見えちゃうかもしれない。キャミワンピとかの上に着てあげても可愛いかなと思いました。私はでも短いトップス好きなのでハイウエストのパンツ履けばいいかなって思いました。それでは次、はーい、着てみました。可愛くない、この合わせめっちゃしたかったやつ。なんか夏とかだったらこのグレーのベストを1枚で着ても可愛いなと思いました。はい、次、はーい、着てみました。可愛くない、ちょっとこのスカートがねもうちょっときつかったら最高だったっていう、このコーデはなんか今着たいテンションのコーデになってます。カーキの靴すごい使える。これになんか黒の靴とか合わせちゃうと、まあ、普通っぽくなっちゃうんですけど、バッグのカーキと足元で合わせてみました。それでは次、じゃーん。はい、カーキのトップスとレザーのワンピースとアームウォーマーをつけてベレー帽をかぶってみました。バッグもねショルダーにしても可愛いです。長さもちょうどいいかも。すごい今年っぽいスタイルになったんじゃないかなと思います。これにジャケット羽織っても可愛いと思うのでジャケットを羽織っていきたいと思います。イエイ、はい、ジャケット羽織ってみました。ジャケットを羽織った時にさ、この袖が出るのが可愛いですよね。 M サイズだから少し大きいんですけど、肩パッドが入ってるからうまくごまかせてる気もしなくもないけど、全部着てみました。いかがだったでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。ザラのね購入品いっぱい買ったのでみんなの参考になったらいいなと思って今日動画を撮りました。在庫があるといいな。うん、店舗とかによってね変わったりするので諦めないで探すのは結構大事かなと思うので、よかったら見てみてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー、バイバーイ。なんかこれ後ろ姿が超可愛いんですよね。前も可愛いんですけど後ろが、ちょっと待って、パジャマのニット着てるのバレちゃって恥ずかしいんだけど